はい、どうも、ゆきよでございます。本日もゆきよとワインをやっていきます。ワインはこちらです。今回はオーストラリアのワインですね。以前にも1回かなご紹介します。デ・ボルトリという生産者の白だね。今日はこの白をやっていこうと思っております。はい、もうね、今日は私お風呂上がりでございます。もうね、さっきお風呂から上がってもう暑い、暑いっていうか蒸し暑い感じかな。基本的には今日そんなに高くないけど、だからちょっとムシムシしてるから、まあちょっとお風呂を入ってさっぱりしてね、今日はこのまま白ワインをグッっていう感じでいこうかなと思いまして、この白でございますね。ブドウ品種は、トラミナーとリースリングって書いてあるので、トラミナー、ゲベルストラミネルのことなのかなと思います。でリースリングね、を、アロマティックな品種をマルセルブドウだね。前回はね、セミオンとね、シャルドネ？ちょっと待って調べよう。そうね、前回はセミオン、シャルドネかなをやりました。で、今回はトラミナー、リースリング。なんかね、これ、1000円以下で買えて、なんかね、さっきね、なんか白飲もうかなと思って、近所の、格安行ってね、格安さんで買ってきたんだけど、もうなんか気軽に飲めるやつなんかないかなと思って買ってきて、そうで1000円以下のワインで、ボルトリさんね、なんかそう以前もね、そのセミオンシャルドネも多分美味しかったのよね。あんまり前の記憶だからそこまで覚えてないけど美味しかったのよ確か。なのでこれもやろうかなと思って、そうでオーストラリアなんだけど、すごいでかい生産者なんだよね。低価格帯のワインをねいっぱい出してるとかはもちろんね、そんなちっちゃいとかないだろうから大きいんだけど、オーストラリアで最も権威のある評価本、ハリデイワインシャンパニオンコンパニオンか、もう全然グダグダっていうので最高評価であるレッドファイブスターを取ってる生産者らしいんだよね。すごく大きいからね、オーストラリアの中でもいろんな地域から多分畑を持ってて、そう持ってきて作ってるんだけど、でボルトリは 100% 家族経営の企業でオーストラリアで最も大きく最も古いワイン会社の一つという感じでね、すごい大きな範囲で畑を持ってますと。すごい大きいね、なるほどねっていう生産者でございます。そこまで俺も知らないんだけどそうなんかね、安いオーストラリアの中ではね結構その名前をよく見てたけど、そんな飲まなかったからさ、ということで軽く飲んでいこうかなと思います。ボルトリさん、いってみましょう。ゆきよとワイン。はい、色合いはね結構、グリーンがかってるけど、イエローもしっかりあるっていう感じかな。綺麗だよねやっぱね、いい色です。はい、それでは飲んでいきましょう。もうね香りが結構ふわっときてね、アロマティックないい香りがします。イエス、もうね香りがアロマティック、ゲベルツ、トラミネールってゲベルツだよね、ゲベルストラミネールだよね、トラミナーね、まさにもうこの第一印象のこの香りが全てのようなワインだよね。もうマスカットだねまずはブドウだから当たり前なんだけど、マスカット語がすごいしっかりあって、それでもうあとはライチみたいな香りとか少しねお花みたいな香りもあって、もう白桃とかもういろんなフルーツだねがこのもうこういろいろこう混ぜり合ってもう香りがパーンって前に出てくる感じね、その香りがもう前面に出てるので、リースリングが入ってるので少し柑橘っぽさもあるけど、この香りがやっぱり全て。ただ華やかだよね、いろんなフルーツの香りがあって華やかな香りなのでとっつきやすさすごいあると思うよね。いい香りだね。でもリスニングがあるから少しその
リースリングにあるちょっとオイリーな感じとかね、がスワリングすると出るので、そこまでなんか果実が強すぎてなんか甘ったるい感じではないかも、うん、バランスよくすごくまとまってる感じがします。うん、飲んでみようかな。いい香り。うん、なるほど。これはね、少しだけ甘みを感じるかな。うん、めちゃめちゃドライではなくてやや甘ぐらい。うん、あ、もう全然書いてあったわ。ここ全く見てなかった。ここ書いてあるわ。あの、結構甘口寄りじゃん、これ後ろ見たら。これ見てなかったわ。意外と甘口寄りだったんだね。でもなんかね、この図よりはそんな甘くは感じないかな。まあ多少のその残糖というか残ってる糖分があるのでやや甘くは感じるけど、まあこういう表記って難しいよね。この甘口っていうのがどれだけの甘口の度合いのことを言ってるのかはあれだけど、まあこの生産者の中では結構甘い方って意味なのかもしれない。あら、まあ気づかず買っちゃった。うん、まあでもすごくなんかこのフレッシュなアロマがもうほんと全てのワインだから、まあそこにもう集中してる感じだよね。まあ、飲むとそのフルーティーな感じの香りからやや甘い感じがあって、アフターはもうスパッと切れるから、アフター何も残んないけど、まあ、これはこれでいいのかなっていう感じはする。まあ、飲みやすいし、すごいとっつきやすい。めちゃめちゃキャッチーだと思う、これは。うん。うん。もっとね、ガンガンにガチッと冷やして、なんかそれこそもう氷とか入れて飲んじゃっていいんじゃないの、こういうのって。ぐらい、なんかとっつきやすいし、どんな場面でも楽しめるかな。うん。まあ、料理はね、そんなしっかりとした料理は難しいかもしれないけど、もの、なんか、その、まあ、甘みがある分少し厚みがあるから、このぐらいの甘さだったらいろんな料理、ちょっとコクがある料理とかでもある程度いけるんじゃないかなと思う。うん、万能系だね。まあ、美味しいね。すごく作りもクリーンだし、うん、かといってその変ななんかね、こうイガイガした感じとかも残んないし、口の中でめっちゃクリーンでクリアだから、なんか綺麗にスパッと切れる。うん、え、今俺飲んだっけっていうぐらいスパッと切れるよ、今。うん、なので、まあなんか、気軽にいけんじゃないかな。アルコールもね、12% だしね。うん、すごくこう気軽にいける、いいワインなんじゃないかなと。うん、で、ボルトリさん、やっぱすごいね。作りがすごいしっかりしてる。バランスいいしね。うん。飲んじゃった。飲みやすいって飲んじゃった。ちょっとパンと一緒に回してみよう、一回。よし。まだ飲む気でいるからね。うん、よし、今日はカンパーニュかな。よいしょ。ほんといつもパンが美味しくてね、幸せですよ。でカリプスバターつけて、うん、いただきます。うん、美味しい。うん、美味しい。美味しいね。もっとガンガンに冷やしていいね、これね。うん、まあやや甘いのはやっぱりこの料理と意外と合うかもね。まあ、少しのね、ほのかな甘さだったら、ちょっとこうバターのオイリーさとね、このリーツリングのオイリーさも合うし、いいんじゃないかな。うん、まあ、気軽に楽しむワインとしてはいいと思います。ボルトリさんのファミリーセレクショントラミーナーリースリングですね。今日ご紹介したのはヴィンテージ2019でフレッシュです。あ、まあ、ただ後ろ見たらね、添加物のところに酸化防止剤、うん、の項目にアリュー酸、まあ、アリュー酸はもちろん入るからいいんだけど、アリュー酸とアスコルビン酸って書いてあるんだよね。これ何？ちょっとこれなんだろうな。
はい、またね、アスコルビン酸、ちょっと調べたんだけど、まあ、ビタミン C らしいね。ビタミン C の別名って書いてあった。で、まあ、アリュー酸以外にもね、こうやっていろんな、まあ、酸化防止剤加えることはあるから、まあ、アスコルビン酸、あとはソルビン酸っていうのもあるよね。だこれはなんか、この辺は正直使われてるとちょっとなんかね、敬遠しがちなやつだけど俺も普通に今日買っちゃったから、まあ、まあ、それでも美味しくはできるんだけどね。まあ難しいよね、こういった酸化防止剤が果たしていいのか悪いのかって難しいけど、まあ基本的にはアリュー酸だけの方がいいとは思うんだけど、選ぶときはね。まあ今飲んじゃってるからあれだけども、そうね、まあこういった気軽に楽しむワインはね、こういうのでもいいんじゃないかなっていう感じでございます。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Twitter、Instagram やってますので、フォローよろしくお願いいたします。それでは皆様、じゃあね。バイバイ。バイ。